ことなの。ヤシトラ？そこに義神獣がいて、今消滅した。そうなんでしょう。ああ、その通りだが、まさかお前には見えてなかったのか。義神獣も他の人から転じた獣たちも見えないからこそ見えていたわ。ないのよ、エーテルが。私の視界だと空白になっているの。それはどういう。月の監視者が言っていた言葉。古代人たちは天脈が循環不全を起こしている場所から星が腐り始めたと見たという話。まさにその通りだったんだわ。人から獣に転じた瞬間にエーテルが腐り落ちてしまうのよ。体はもちろん、魂まで何一つ残らず。でも義神獣は何か言ってるみたいだった。人だった頃の思いが残ってるってことじゃないの。そうね、完全に腐り果てるまでならば。けれどそれは消えかけの残滓に過ぎないわ。そんな、それじゃあ元には戻せないってこと。私たちの知っている方法では。いえ、完全に無になってしまうのだもの。おそらくどんな方法をもってしても戻すことはできないわ。正解にすら帰れないのか。異形の獣たちの勢いが衰えない。義神獣が群れの長たる役目を持つならば、あるいはと期待したのだが。元は皆サベニアの子だった。どれだけこの牙にかけなければならないのだ。ブリトラ様、皆さん、よくぞご無事で。いいのか、竜の姿を見せて。ええ、彼らは真実を知る腹心たちです。何よりもこの秘密はもはや明かされなければならない。恐れながらブリトラ様、この悪夢のごとき最悪を前にして、ラザハンは悲鳴と慟哭に埋め尽くされております。今こそ強き大使が必要なのです。どうか真相を告げ、ブリトラ様を御自ら民を率いてくださいませ。何を馬鹿げたこと。君が動転してどうする、アヒワン。この惨劇の中で大使まで竜であったなどと言い出せば、民を一層の混乱に叩き落とすだけだ。私はこのまま大使の盟友たる竜として獣たちを払い続ける。民に寄り添い、なだめるのは君の役目だ。すまないが、暁の皆もアヒワーンに手を貸してやってほしい。この事態を究明し、対策を立てるには君たちの力が必要だ。
おい、天竜、俺を連れて行け。空中戦にも多少の自信はある。話を聞いていなかったのか。こちらは私一人でいい。君たちはアヒワンを手伝ってくれ。エスティニアン、受け取れ。お前が面倒くさがって持とうとしなかった暁のリンクパールだ。ブリトラが別行動するっていうなら連絡手段がいるだろう。それを持ったお前がついていれば俺たちも助かる。だそうだ。観念した方が良さそうだぞ、大使様。加減はしない。振り落とされても構わないなら背に乗るがいい。上等だ。さあ、とっとと空を制しに行くぞ。申し訳ございません。ブリトラ様のおっしゃる通り、この事態を収めるため引き続きご協力いただけるでしょうか。もちろんです。私たちはそのためにこの地へ来たのですから。重ねて感謝を。ひとまずはラザハンの都まで戻るといたしましょう。来ていたのね。そちらも話を聞いてこられたのかしら。ああ、気になるところはおおよそな。みんなの集めた情報と合わせて意見をもらいたい。ちょうどいい頃合いだったようだね。私たちも一回りしてこられたよ。いいわ。じゃあ、あなたたちの報告からお願いできて。つまり、疑心獣になってしまったカルザール氏は自身の紹介のことで深く思い悩んでいたわけだね。私たちが聞いた範囲でも異形の獣に転じた人は直前に強い不安を感じていたみたいだった。獣に追い詰められた人や友達が獣になるのを見てしまった人、そういう人たちが連鎖的に転じていったそうよ。獣に転じる条件は不安や恐怖、絶望といった負の感情を抱くこと。やはりそれが有力だと思う。だとしたら、古の時代に起きた終末とも共通点が見えてくるわ。古代人たちは創造魔法が暴発し、意図せず恐怖を具現化していったと言ったでしょ。単なる暴発だったら必ずしも恐ろしいと思うものばかりが作られないはず。
けれどそれもまた負の感情とだけ結びつく現象だったとすれば、今目の前で起きている最悪と一つの線でつながるわ。過去と現在の終末には相違点もある。それが創造魔法に現れるか、人や生物そのものに現れるかだ。理由はまだわからないが、古代人と私たちの最大の違いは分割された生命であるか否かだろう。そこに何か聞き方の違いのようなものがあるのかもしれない。それからもう一つ気になる証言があったんだ。カルザールは空が燃えるよりも前に義神獣に転じていたらしいんだよ。何ですって？それが本当ならかなりまずいんじゃない？だって目に見える終末の現象が起きていなくたって獣に転じる可能性があるってことでしょ。今は大きな騒ぎが起きていない地域でも、もしかしたらもう。見ろ、大主様がいらっしゃったぞ。大主様、よかった。みんな、本当によくぞ無事でいてくれました。予断を許さない状況ですが、ひとまずラザハント市内で暴れていた獣は全て排除できたそうです。他の村落でも聖戦士団の皆や頼もしき味方である竜が奮闘してくれています。どうか心を落ち着け、慌てることなく待機をお願いいたします。大主様、パラカの里はどうなっているのでしょうか。私の孫が昨日あの村に出かけたきり、まだ戻っていないのです。私もまだ報告を待っている状況です。詳しいことが分かり次第皆にも共有を。大主様、あなたは…あ、オラはアキアリーのマトシャ、漁師のマトシャだす。お前は確か最初にこの島に来た時に会った。あれ、あんた方どうして？いや、今は大主様が先だす。こんな不気味な空になったもんだから、オラ知り合いのことが心配でパーラカの里に向かったんだす。そしたら里の周りに見たこともない恐ろしい化け物がいっぱいいて。ああ、そんな。大主様、どうかすぐに助けを、孫を救ってください。もちろんそうします。ですからどうか落ち着いて。落ち着いていられますか？あの恐ろしい化け物たちは聖戦士団の手だれでも肩に引きちぎっていたんですよ。孫があれに襲われたらひとたまりも。まずいわ、みんな離れて。
とにかく獣を抑え込む。あなたたちは逃げる人の救援を優先して。逃げるぞ、早く。向いて胸を張れ。恐れることはない。この獣は私たちで打ち倒せる。聖戦士団はヤシュタルト・サンクレットの支援を。獣をこの広場から出さないことだけ考えろ。他の者は近くの者と共に退避だ。怪我をしている者がいたら手を貸して、建物の中か仮装に向かうように。焦る必要はない。獣たち決して皆を追わせはしない。アルフィオン、アリゼ、ここは俺たちで片付ける。お前たちはパーラカの里に行け。マトシャ、そいつらを里まで案内してやってくれ。必ず力になってくれる。わかった。あんたも言ってやってくれ。俺たちで救うんだ、一人でも多く。
光型はあらかた倒せたみたいだな。ああ、俺だ。そっちの状況はどうなってる？そうか。了解した。ブリトラにも伝える。それじゃな。一度落ち着きを見せたラザハンで、再び大規模な獣化があったそうだ。その最中で住民をかばってアヒワンが死んだ。うちの連中と兵士たちが今混乱を収めようとしているらしい。一方でパーラカの里も獣に襲われているという報告があった。それで戦力を分けて対応中だそうだ。あとは人が獣に転じる条件にも予測がついたと。あいつらが言うには、恐怖や絶望がきっかけとなる。まるで悪夢ではないか。そのくせ覚めもしないとは。サベネアの子らには見合う咎などなかろうに。そう思うなら、あいつらを守りたいのだな。決断すべきじゃないか。ラザハンは今大使を書いている。アヒワンの望んだ通り、お前の正体を明かすかどうか決めるべき時だ。明かしてどうなる。所詮人と竜は違うものだ。この爪は少しの力で人を切り裂く。このアギトもまた君たちをやすやすと噛み砕くだろう。人を模した神父があってこそだ。そうでなければ恐怖を与えるだけ。異形の獣と何ら変わりはないだろう。そうだな。人と竜は違う。だからフレースベルグと聖女シバは生きながら添い遂げられなかったと聞く。人は竜を恐れて過ちを犯し、あまりに長い粒子戦争が始まった。その中でニーズヘッグは俺の故郷を壊滅させた。俺もまたあいつの眷属もあらゆる竜をほふった。人は誰しも人命を奪うことを悪としながら、竜の命を奪うことには躊躇がなかったのさ。だが本当にそれだけだったなら、氷の巫女はフレースベルグの背に乗ってこなかった。竜の目を託された英雄が粒子戦争を終結に導くこともなかった。俺がこの槍を持ち続けていることも、それを星のために振るうこともなかったはずだ。俺はアヒワーンの考えなんぞわからん。だが長年お前と民をつなぐ役目を果たしてきたんだろう。そんな男がこの窮地にこそ願い出たんだ。あいつは信じていたんじゃないか。お前と民がうまくやっていけることも、それこそがラザハンに明日を引き寄せることも。来たか。こちらの準備は万全だ。正念場だな、ブリトラ。さあ蹴散らすぞ。